鉄、政治、戦争の深刻、を軍のシンボル。ババラボの用いるイファの占い全集に、初めて登場している。お軍は、アフリカ、現在のナイジェリアに暮らす、ヨルバ人の信仰に起源を持つ神、あるいは精霊である。すなわち、オリシャであり、ハイチのブーデュ教でいうところのロアである。アフリカに由来を持つ、人々の拡散、いわゆるアフリカンディアスポラを経て、最も広まった。 アフリカの神の一柱であり、それに伴い最も定義が曖昧になった神であるとも言える。ベナン、ハイチ、ルイジアナ、キューバ、ブラジルその他それぞれのブイルー教、あるいはヨルバ人の信仰から発展した宗教に共通した神である。オグンは現在のナイジェリアに暮らすヨルバ人の信仰に起源を持っている。彼らヨルバ語話者の持っている。 お軍の起源と言える神への信仰はすぐに、クベゴワ社、すなわち現在のベナン、東後にあたる地域にまで広まり、ブール教のグルとして信仰を集めた。19世紀に入る与王国とダホメ王国の間で紛争が起こると、何千人もの奴隷が発生し、主に彼らがお軍の信仰をアメリカ大陸へと伝える役目を担った。ヨルバを起源とする諸州教では、お軍は、 おりしゃと呼ばれる様々な精霊の一つとして扱われてつと戦争、道具、道と法の執行を司っている。このお軍の性質はアメリカ大陸にも持ち込まれている。しかしこのお軍像は柔軟に受け入れられ、社会と時代に合わせて変化を遂げている。文化によっては、ナタや、その他武器の精霊であったり、タイヤ職人の守護神と語られたり、オートバイとドライバーの守護神、 鉄道の神、果ては、タクシー、トラック、物流の神といった具合にモダナイズされていることもある。開拓者の神であり、聖地の一つとして、アメリカが挙げられる場合もある。お軍の起源といえるヨルバの人々の間では、お軍は困難に直面した時に障害を取り除いてくれる神様として、最も重視されている。この障害を取り除くという考え方は次の神話に由来している。 ヨルバ人の神話によれば、神々は地上に暮らす目的で天を離れた。しかし地上に降りるとそこは深い藪で、神々は身動きが取れなくなってしまう。神々は交代で藪を開こうとするが、うまくいかない。ところがお軍が前に出ると、彼は自分の鋭いな他を使って一人の力で藪を切り開いた。神々は彼を称え、お軍は偉大な神として名を連ねることとなった。 神話を学面通り受け取るならばこれは道具の発明から生まれた信仰であり、サンドラ・バーンズはヨルバの信仰を製鉄技術の発明がもたらした革命の宗教と表現している。一方でヨルバの人々の間で信仰されている、お軍の持つ障害を取り除くという性質はヨルバ以外の宗教に見るお軍からは失われている。ハイチのブドゥではどちらかといえばパパ・レグバがその、 役割を担っている。ヨルバの信仰では、最高神オロルンは、直接人々に関わらない存在であり、そのために、オリシャに権限を与えている。すなわち、オリシャは、人と最高神との媒介者であり、最高神オロルンとは違い人格化されている。オグンは、世界が形作られた時にまず、最高神と人が交流を持てる場所として、森を作った。その次に、 お軍は、ナタや斧を作り、それらを用いて、森林だった場所に、道と高地を作った。さらに、人間に火や、鉄や、政治的な権力を与え、彼らの住まう場所も用意した。これらのエピソードから開拓者の神という性質が加えられ、また鍛冶屋など鉄に関係する職業の守護神とされ、武器の神であり、人々を戦争などから守ると申されている。 お軍はしばしば姿を変えて人間たちの中で暮らしていた。ある時は王となったが戦闘の合間にトリックスターの神、エッシュに勧められたヤシシュに酔い誤って味方を殺戮したことからお軍は人々の元から去ってしまったと語られる。一方でお軍は大酒のみだが決して酔わず一度王になったものの 人々にすべてを教えると対して森に帰って行ったと語られるバリエーションもある。ヨルバ人の間では最も重視される神である。一方で、ベナンでは重要度は無はリサに次いで3番目の序列となる。ベナンでは鉄に関する武器に関する戦争に関する神であり、鉄のスクラップや鉄による事故で死んだ動物はお軍に捧げられる。また、ハイチでのお軍像も ベナンデのものに似ている。現代のハイチでは、戦士のロアとしての役割を持っており、グ軍の祭壇にはサーベルが添えられる。グ軍は、ヨルバ神話では、イエマヤとオルンガンの子であり、オシュンとオヤの夫であると語られる一方、ハイチの神話では、グ軍はヘビ神ダンバラーウェドやワタツミヤグエと共に、エルズリー・フレーダの夫である。ハイチでは時に、グ軍が、ナザレのヨセフやヤコブの権限であるとされる。 一方でルクミア、サンテリア、パロマヨンベでは、お軍は、キリスト教の聖人ペテロと結びつけて考えられる。ありがとうございます。